エルガチャンネル。あれ、お城どこだ。あ、あったあった。じゃあ今日は楽しみにしていました。あれですよ、あれ。パンフレットがあるかな。入り口のところにあるはずです。これは違うのかな。そう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 、今日はね、このね、グルメ&お土産フェアっていうのに来たんです。そっちなの。こっちこっち、じゃあそっち行きなって、俺こっち行く。こっち、うん、俺こっち行く。あ、こっちなの、うん。あ、こっちだったんですか。あ、なこっちにしましょうか。あ、こっち。はい。今日明日の日程とかですね。いや、大変だよ。10時50分から次11時20分。はい。で、そこから12時。はい。移動ぶり。上行ってこっち来て上また上。間がないです、時間が。エルちゃん。ここですよ、ここ。今日で俺のが期限が。そうなんです、1年経ったんで期限が切れました。あれなら明日年パスを買おうかなとちょっと思ってるところです。エルちゃん。はい、ということでですね、やってきましたよ。はい、こっちこっちこっち向いてください、こっち向いてください。はい、やってきましたよ。なんだったっけ。元上流モノノフの力2024。バッチリカンペでやってきました。あれだ、グレンタイだ。撮ります。撮る。並んじゃいましょうか、うん、熊本城やろう。今ちょっと名古屋は途中からだったんで、グレンタイを撮ってたから。あ、確かに。でね、なおかつ俺のカメラの調子が悪くて多分出てるよ、ね。キリットさんにお願いしたんですけど、後でじゃあ見せてもらって、はい、でこの後は多分大丈夫だと思いますんで。グレート家康公青い武将隊の皆さんです。
度の苦難を乗り越えてついに掴んだ天下太平、皆の笑顔が我が宝、400年の時を超え再び燃える三河武士、我こそ江戸幕府初代将軍徳川次郎三郎家康、家康だ、クレート家康を青い武装隊行くぞ、官人踊り始め、まずは手拍子から、おいよっよっ、ならぬ官人する官人、はいよいしょ、ならぬ官人、まずは官人、はい、さあさあ、なんとここで犯人踊り後ろに踊ってくれそうな人が脇にいるから、どうも犯人踊りたいです、来てくれた、ありがとう、急遽なのに、これまた勝ちます、よいしょよいしょ、犯人踊り仲間が一人しかいない、よいしょよいしょ、グレート家康公があったんで、この次が何ですか？皆様引き続きターンを取りながらお楽しみいただきたいと思います。そう、そこで、ね、皆様、なるほど、じゃあこの後が推し城ですよね。え、本日あ、伊達か、伊達も見たいな、このようなセットを販売しております。そして4回目の、あ、お豆が流れ寄る、とりあえずグレート家康公の物販見ません？はい、まだ空いてないです。名古屋もまだ、岐阜もまだ、あれ、お城ここにあった、グッズ買っちゃおうかな、先にグッズ買っちゃおうかな、先に俺、こんにちは、こんにちは、あ、覚えてる、あれ、青ノイズ持ってなかった、そうですよね、マメピチ君持ってますよね、持ってます、去年持って一瞬に戻った、あ、はい、そうなんですよ、泉様は今回熊本初めてです、そうですよね、はい、お久しぶりでございます、お久しぶりでございます、元気そうでようこそ、はい、ようこそ、ちゃんと見て、はい、どうぞ、今日はね、いろいろ持ってきてますので、手作り品からチェキから新グッズまで、こちらの2つが新グッズ、こっちそうですよね、両面看板、もうあの行田の民は領民と呼ばれております、おすすめです、もし好きなのあればこの中にね、熊本城やろう、先
っきね録画止めちゃってたからあれだったんだけど、今お市場のところで物販買ったんすよ。そうですね、覚えてもらってたっていうのがやっぱりまさか覚えてくれてるとは思わなかった。今回のこういう缶バッジとか、こういうステッカー買ったんですけど、あとチェキを、はい、なかなか当たりだったんじゃないかと。のぼうさんとあおちゃんのやつ、あ、すいません、ちょっとめくってもらっていいですか。でそれが出てびっくりだった。あ、ジュレかっこ当たりで、ステッカーがついてきたと。その、はい、あのもう一人足軽のでいらっしゃる、はい、今日も来てますもんね。来てますね。まだ会ってないけど、とお市場と、はい、かわいそう、たんまさん名前が出てこない、かわいそう。すいませんね、去年お話ししたので。はい、が出て結構当たりじゃないかなと思っているとこです。また12時になってから、はい、立った踊りたいと思います。今ね、俺がね、山崎パンのコラボしてるやつ食べたいって言ったら、あれでいいとって言われたんですけど、どういうことですか。いや、汁の話をしていただきたい。今日汁ご飯に入るでしょ。1から6までありますね。ちなみに1は怒るかな。あ、あれでいいのかな。最近やってしまったし、やったね、安上がり。そしたら俺が熊本城やろう。ちょっと早いけどご飯にします。ご飯あるよ。いや、いや、ね、そういう、それはね、違うんじゃないかな。それだったら、ね、ほら、向こう、キッチンカーがあるからさ、キッチンカー行こうよ。いいんだ。そうだね。青葉祭の起源は江戸時代。結局見れなかったね。さあ、どれしますか。なんかこれ去年も食べた。やっぱ違うのが食べたいよね。で、まだ並ぶ前に多分した方がいいと思うんですよ。あ、ある、あ、オリジナルグッズが売ってあります。あ、ビールがありますね。ビールがありますね。あ、オリジナル T シャツがありますよ。春の熊本お城祭りの。あと、マスがありますね。あ、あれじゃないですか、 T シャツ。じゃあちょっと裏側も覗いて。でもあの T シャツもいいかもね。そうね、がっつり食うか食わないかじゃない。あ、任せるよ。今日はおごりだから。あ、もう一回お願いします。もう一回お願いします。いや、証拠で残されるのは嫌だな。すいません、あ、顔映さないんで、もう一回お願いします。いいよ、今日はおごりだからいいよ、何でも。よし、よし、来た。そうか、一品だけね。一品だけよ。どなら、だいたい 10店舗あるのかな。10社。そうね、でもまあ普通に食べるならもう多分あっちほらたこ焼きとかポテトとかだから。今なんか市場末そこだけ決めて。バタバタ食うことになるから。
でも、でもあれ何そんな言ってるとなんか並び始めてからと思うんだけど、まあこの後が推し場の後が特に急ぎじゃないなら、だって愛知は明日から、いや今日でも見れるじゃない、2時とかじゃなかった、2時半、まあもうこっちにおるんだったらそのままだけ、まあこの間が時間はあるよね、あるね、だけどそこの時が多分並ぶつたいね、でももう言って16、でも今ならすぐできそう、任せます、ここは任せます、じゃあ食いましょうか。あ、ちょっとご飯バタバタ食っちゃいましたね。ねえ、ちょっと俺喉詰まらせかけたもん。寂しいとおっしゃってらっしゃいましたよね。そうなんです。どうか皆様ご協力をよろしくお願いいたします。余裕かませすぎました。それでは登場していただきましょう。推し場おもてなし甲冑隊の皆さんです。熊本城横綱宮熊本。ありがとうございます。皆様お祭り楽しんでいらっしゃいますか。ありがとうございます。じゃあ改めまして、私たちは埼玉県は行田市にあります推し城というお城からやってまいりました、推し城おもてなし甲冑隊にございます。私は推し城成田軍の足軽青と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は成田家家老坂巻幸恵にございます。私は推し城成田軍武功一等柴崎泉の神じゃ。成田家筆頭家老正木田んぼの神と申しまする。一年ぶりの熊本の皆様こんにちは。では、青大豆の歌カモのミュージック、手拍子から。
おのしか。熊本城よ。松様のラジオ良かったですね。でまさかご出発っていうね、また松様が蘇ると思うんですけど、次回男らしいです。なんで自分たちじゃねえの。ものしか。しりしし行。いにしえより伝わる熱の徳も通し、令和の世によみがえりしは、愛しに生まれし姫たち。改めまして、私たちプリンセスサムライオブジャパン、愛知戦国姫隊でござります。ありがとうございます。ミラクラ様、手拍子をお願いいたします。せーの、ポン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 。ありがとうございます。愛知戦国姫隊を愛知が大好き、武将様が大好き、熊本城やお。お父さん、終わりましたけど。やりたいことがちょっとしたものって言いますと、たくさんご紹介しましたけども、はい、我々の武将は、はい、企画か、はい、いきなり団子、あ、いきなり団子は単品で220円、ちょっと高い。限定の桜味みたいなのが、ランチパックも限定のやつがあるんで気にはなってるんですけど、え、何、ランチパック食べます？これ抹茶味が食いたいんすよ。なんか食べたい味があれば、まあまあどうぞ。九州限定で販売しますので、よろしくお願いします。あ、はい、これ一つと、はい、とどれがいいですか？それでいいですか？じゃあこれ二つお願いします。300円頂戴いたします。あ、はい、どっか座って食べますか？ワクワクさん、どうですか？どうしよう。最後の締めくくりまで見たい気もするんですけど、まあ明日もあるしな。見るところは見たかな。ちょっと寒いしな。そうなんですよね、思った以上に寒い。いや、朝ほら家出るときに、ちょっとこれ寒くないかなって、俺今日のこの格好ね。でキリトさんが、いや俺ちょっと厚着してきたんだけどどうしようだって逆に言ってたじゃん。いやいや、確かに太陽は出てるよ。太陽出てて天気いいんだけど、風が、だからあのね、テントの中、こうやって屋根ついてるところに
座っちゃうと寒くてね。熊本城やろう。今舞台の方でまだ他の人たちがやってたり、はい、でまだ全然終わってないんですけど、うん、ね。それはなんていうんですかね、毎年恒例ですかね。そうですね、だいたい初日はあ終わったって感じ。いやー朝はね最後までおろうと思ったよ、ファイナルまで、はいはい、1日目、2日目と、はい、まあなんかねきつくてね、おっさんだおっさんだ、もう40だからね、そこは。いやということで、じゃあ今日は引き上げますか。全部は見てないじゃないですか今日、うん、でも結構盛り上がりましたね。明日は、8時集合で、あの開門から、あの門開くとこから行きましょうよ。マジっすか。ここ2年同じようなこと言ってやってないですもんね。最初きついよオープニングは。まあまあまた明日ということで、はい。